25番です。で、次の英文を読み、説問に答えなさい。といきますよ。Treating, texting, s <S まずは、in a world, この world なのに、the じゃなくて、あ、ah、なのは、あ、ah、っていうのは複数あるもののどれとは言わないけど、一つねっていう話だ。 で普通は世界、世界で一番早い足が速いっていうのは世界は一つだよね。だから一つに決まってるから座を使うんだが、え関係詞なんかで限定するときにはえ、こういう世界のあり方、ああいう世界、こういう世界とかね、子供のいない世界とか、大人のいない世界とか、ね、そういうふうにいろんな世界が考えられるときに使います。だからまあ、ワールドに穴がついていれば、まあ、必ずなんか限定就職があるでしょうね。こういうような一つの社会、世界と。 で、我々が常にツ、えー、イートして、テクストっていうのはあの、メールを書くことね。で、イ,イメール書くことね。で、グーグ g l これはグーグルすることね。まあ、こういうのがどんどん動詞になっていくのが面白いね。テクストだって昔は、えー、英和辞典を引いても動詞はなかったんだよ。で、まあ動詞化して、今はメールを打つことはテクストって言います。で、グーグルなんていう名詞もまあグーグルって言いますけどね。 まあ、昔はなかった。あそうだね。アンチェッキングイメール。メールをチェックしている。こういった世界においては、デジタルな世界においては、テクノロジーアディクション。なんとかアディクションはなんとか中国。中毒ね。テクノロジー中毒は、今日の子供にとって、本当に懸念すべきことである。Yet しかし、Parents are often e n a b l e to unplug from their own digital devices.research suggest.、えー、しかし親たちは自分自身のね t h e own 自分自身のデジタル機器のプラグを抜く unplug from ことができないことが多いと研究は示唆している。これ SV のあり方ってまあ挿入的なのね。まあ部分全体に対して非せずとかね。そういうのと一緒。 A recent national survey conducted by common sense media. これは、こういう話だねで。which included nearly 1800 parents of children aged 8 to 18. ここまでが、common sense media によって行われた、えー、国レベルの調査、最近の調査。 で、その中がついて、そこには、8歳から18歳の子供の親がおよそ1800人近く含まれていると説明して、でここまで仕事で、found that. ざっというかということがわかりました。Parents spend an average of 9 hours and 22,、uh, 22 minutes every day in front of various screens, including smartphones, tablets, computers and television. 親たち、これ親たちで、ね、親たちは、アナブレジを平均して、9時間22分毎日費やしている。様々なスクリーンの前で。で、スクリーンっていうのは、スマホとかテレビとかタブレットとかそういうのを含んで。これ話だ。すごいよね。 9時間22分。すごいな。of those. まあそれらの中で、nearly 8 hours are for personal use, not work. その時間の中でってことね。ほとんど8時間くらいは、仕事ではなく個人的な仕様である。個人仕様で毎日8時間くらい、まあ、スマホとかテレビとかそういうのを見てると。The survey included people from A wide range of socioeconomic classes and fields. まあ、その調査は含んでいる。で、様々なえ広範囲なえ社会経済的なえクラス階級や分野を含んでいる。who may or may not use computer at their job all day、うん。一日中、仕事でコンピューターを使う人もいれば、そうではない人もいると。いろんな人を対象にした。 で、もう平均してこのくらいなんだと。Perhaps, even, even more surprising is that 78% of parents surveyed believed their good role model for how to use digital technology. さらに驚くべきことは、まあ、公文的には、ああ、CVS、ざっと以下ということだと。 まあ形容しかな言って、さらに驚くべきことはこういうことだ、なってる。で、ここで役の問題としては、ポイントはこれだけだと思うんだよね。サーベイこれがここにかかって、SV だよ。これだけじゃないかな、ポイントは。で、これ、過去分子が1語で前の名詞にかかる。よくさ、分子っていうのは1語だったら前から名詞にかかる。 っていうふうに教えられることが多いんだけども1号でも後ろからかかる場合はあるよそれはどういう場合かと,いうと特定性が高い場合だ学校分子名詞を高知就職後ろから説明するとで句塊だったら後ろから いくけども、一語でも。一語であっても、後ろからかかることがあって、それはどういう場合かというと、特定性っていうのは大きい場合だ。特定性っていうのは、その時だけ、その1回だけとか、そういう話ね、その場の話だけ。この場合は、調査された親、まあ、調査対象となった親っていうのは、この調査によって調査された。 っていうことだから一時的な話だよね。で特定の話だよね。そういう時はこうやってかかる。だからこれ、サーベイドが V に見えて、ビリーブが V に見えて、あれって思う人がいるだろうっていうだけの問題だ。ここはね。さらに驚く、おそらくさらに驚くべきことは、調査対象となった親の78%が、自分はデジタルテクノロジーの使い方において、 良い役割モデルとなっていると信じているということである。こんだけ使っておきながら、でも自分はちゃんと子供に教えてるよとか、子供の見本になってるよと思っているわけだマ、まあ。マルチメディア d to be engaging and habit f o r m i n g っていうのは、be designed to は、to するように設計されている。人を引きつけ、 習慣を形成するように設計されている。そう。だから、we don't even realize how much time we spend when we are absorbed in our devices.Says Catherine s t e i n e r Adele, a clinical psychologist and author of The Big Disconnect. マルチメディアは人を引きつけ習慣を形成するように設計されている。だから私たちは デバイスに、自分のデバイスに没頭している、be absorbed in 没頭するね。時に、どのくらい時間を使っているか気づきさえしないでいるのだ。気がついたら7時間も8時間も使っているわけや9時間も使っているのかわけだよね。それに気づきもしないと。というふうにキャスリンステイナーデールは言っている。それはクリニカルサイコロジストで、ビークディスコネクトのマチョ者でもあると。 ここはまあ、この高知就職を読めれば、そんなに問題ないだろうというところですね。This can be a double shock for children. ここまで親の話でこれ親の話かこの話かぐちゃぐちゃにならないでよ。ここまで親たちの話で、で、これは子供たちにとっては二重のショックとなり得る。で、子供たちがどういうことかっていうと、who not only feel that their parents are ignoring them, 子供たちっていうのはっていう説明だってカンマがあるから限定じゃないよ。限定だったら不意かのような子供。ああいう子もこういう子供。というような限定になるけども。この場合は子供というものはこういうもんだよね。っていう話だよ。ちゃんとカンマがあるかないかは全然意味が違うので、気をつけようね。で、not only。親が 自分たちの絵が自分たちのことを無視している。あるいは、don't find them as engaging as a screen. これ難しいかなこれ、as as だね。この形だ。で、don't.don't find の主語は親だね。 親だね。じゃあ、全部はって言ったら子供だよ。だって、主語と同じものが目的語になる場合は、セルフ、税だったら全部セアブスつけなきゃいけないもん。ここが親。まあ、これが主語で、この税は当然子供だよね。なんだから、この全部は子供。じゃないといけないので、複数だからチルドレンっていうのが答えになる。 で、親が自分のことを無視してる。あるいは自分のことをこの全部と一緒だよね。スクリーンほど面白い。引きつける。とは思ってない。スクリーンの方が面白い。子供を見るよりスマホ見てる方が面白い。という話ね。と感じる。だけではなく。こう繋がる。で、not only but also の場合は、だけではなく、 というんだけど、対応関係は少しずれて、形の上でずれて見えることもあるけどね。ざっと以下というふうに感じるだけでなく、子供というのはね。Who also to mimic their parents behavior. また、親の行動をミミックを真似する。模倣するようになるものなんだ。というふうにステイナーアディアは言っている。 さあ、それはショック、ダブルショックだよね。え、お母さんは私よりテレビの方が好きなの魅力あると思ってるのということが一つで。もう一つは、子供って親の真似するよねってことは子供はまたそれを、そうやって画像をずっと見始める。ということになる。studies show that. 研究によればざっといかだと。greater use of technology among twins and teens. え十代前半、あ十代あたり、また十代の子たち。の中で、We're correlated with shorter attention spans.A preference for digital time over physical activity.And worst performance in school. これちょっとつながり見えにくいよね。このは、 これと、これと、これ。この三つをないでいる。で、コー r レートウィズがこっちと相関関係にある。s ショートアテンションスパンス。このね、形容詞が名詞を修飾しているときってちょっと訳しにくいときあるんだね。そのときは、名詞図形容詞なことでやればいい。これは、より短い注意期間。というよは、 注意を向ける期間が短くなること。とか。p プレフ e r ンスこれは好む、プ r ファ e より好きだってやつね。for digital time over physical activity 身体的な行動、活動よりもオーバー超えてよりもデジタルと向き合っている時間を好むようになる。好むこと。これは a worse p e r f スコア、学校での成績が悪くなること。 より悪いだから悪くなることってった。と結びついている。相関関係にある。これは結構問題だよね。で次は、totalers and infants。よちよち歩きの子や幼児は、also have a harder time learning emotional and non-verbal cues.、Uh, have a harder time managing 何々するのに大変だ。苦労する。 だそれぐらいの子供も、さっきは10代とか、ね、もっとちっちゃい子供も、で、えぇ、ー、エモーショナ感情的な、ノンバーバ非言語的な合図を身につけるのに苦労することになる。もっと苦労することになる。で、because、なぜならば、the appearance constantly have what psychologists call Still face p h e n o m e n a from concentrating on mobile devices. 親たちが常に心理学者が何々というもの。で、モバイルの機器に集中することから心理学者がで still face p h e n o m e n a これは face 名詞でフィノミナ名詞で顔の現象で スティルは、この場合、形容詞で、スティルって形容詞も副詞もあるから気をつけるようね。形容詞で、えー、形容詞のスティルは変化しない。スティルフェイス現象って話だね。つまり、顔の表情が変化しない現象、あるいは顔が動かない現象っていうのは、子供がこっちにいても、親はずっとこうやってスクリーン見てる。ずっとスクリーン見てるから、動かないよね。そしたら子供は、 顔の動きとかちょっとした表情の変化から合図を読み取っていくということができなくなっていくよね。こういう話だ。だこれは子供にとって幼児にとってはかなり問題だよね。だって感情的な、えー、非言語的な合図これを身につける機会を失っちゃったら大変だよ。だって人間って日常会話においては70%くらいが声の調子とか、えー、ボディーラングイッジ そういうものによって情報を受け取っているわけだから、それがもう失われたら、つまり幼児期に身につけるものだから、その機会が失われたら結構大変だ。というように、親がスマ,スマホ中毒だったら、デジタル中毒だったら、えらいことになるよね。子供は大変だよ。っていう話がここまで書いてあって、で、the good news however。しかしまあ良いニュースもあると。is that?、ね、しかしまあ良いニュースは、 ざっと以下ということだと。うように、ようやくプラスな面が来たと。If parents use screen time for shared activities with a child. 親が画面を見る時間を子供と共有する活動のために使えば。子供と共有する活動って何かっていうのはダッシュで具体,具体化されている。 watching movie or playing a educational game together for example 例えば一緒に映画を見るとか一緒に教育的なゲームをするとかそういうことをすれば okay, <that. S 1> it can enhance child's learning 子供の学習を高めることもできる親が自分で自分の興味のあることをじーっと見てるんじゃなくて子供と一緒にまあ映画とかなんか教育クイズとかね、そういったものを見れば それは高めることになるよね。According to the survey, 調査によれば94、94% of parents recognize that technology can be used to support their children's education. 子供の学習、教育を助けるために、テクノロジーは利用できると、親の94%は認識している。 まあ、利用の仕方はあるよね。The key is to limit and track h i s time with technology. えー、鍵は解決の鍵は、えー、子供がテクノロジーと関わっている時間を制限し追跡することだ。そして set rules このアンドは ここからと、ここからだよ。set rules for themselves too. 自分に対してもルールを決めることだ。これ、親だよ。子供じゃないよ。親自身に対してもルールを決める。modeling healthy media habits まあ、健全なメディアの習慣を 作ることは。can start with something as simple as making the family dinner table device-free zone. これがアズアズで、こうかかってるね。で、making のところは ing だけども v o c の形だね。ここだね。家族の dinner table を device-free zone にする。メイクをして oce にする。 といったくらい簡単なことから始めることができるよ。start with 何から始めることができるよ。こういう話だ。で、device free zone。ここで、ね、この free っていう単語にごまかされて選択肢を間違う人が多いわけだよね。これやりました。1番、2番、2番、チルドレンでやりましたね。えー 情報機器が自由に使える場所。なんかこれを選んじゃうとダメだよ。で、情報機器を使わせない場所。当然、これだ。まず単語のな、単語の段階で、なんとかフリー。こういうように作ってる場合は、なんとかがないってい意味だ。例えば、duty free。 これは税金がかからない。関税がかからないっていうことね。例えばアルコールフリーだったらアルコールが入ってないよ。ないよってことだ。で、フリーを自由って思っちゃってこんなことやったら、まあとんでもないよね。で、こうなったら、何のルールにもなんないじゃん。始まらないじゃん。だからこれは意味的にも、まあ、この単語を知ってればすぐ選べるけども、なんとなくフリーが自由っていうふうに思ってて勝手にやってしまうといけない。だってこれは、 何の話をしてるかというと、えー、デジタルから、えー、デジタルの使い方をちゃんとルールをつけよう。そのスタート地点の話なんだから、自由に使える場所にしちゃったら全然ルールになんないじゃん。で、まあフリーっていうのは無料っていう意味もあるから、Wi-Fi 無料とか、Wi-Fi 有料とか意味不明な選択肢が出てると。っていう話で。まあこれは B が答えですね。 これはこの単語を知っていればいいし、これはどういう脈絡で書かれているかっていうことでも明らかに Wi-Fi の話が何もしてないわけだからね。まあ、明らかにわかるはずなんだけど、まあ、単語レベルで勝手に妄想しちゃいけないよってことだね。で最後は、えー、内容一致問題と。親が情報機器に対して中毒になっていることは子供にとって心配なことではない。 子供にとって心配なことだよねって書いてあるんだから違うんだよね。次、親は情報機器を仕事にだけ使っているわけではない。そうだね。仕事に使っていたり、ポーソナルに使っていたりするって書いてあったんだから、そりゃそうだ。情報機器に集中しているとき、私たちはどれだけの時間を消費しているかさえわからなくなる。これも書いてありましたね。 書いてあったところで言うと、1パラの1分、1パラの4分、2パラの第2分ですね。研究によると、情報機器を使いすぎることは子供たちの集中力が続かないことと関係がある。さっきの corelate with 関係がありました。これが3パラの第2分と。で、次は、 多くの親は情報機器が子供の教育に使うことができることを知らない。これは知ってたよね。あ、違うね。筆者は親自身も、さっき、for t h e m s e l v e とこね、携帯を、情報機器を使う際のルールを作る、セットルールって書いてあるね。ことが重要であると述べている。 そうだね、これが、えー、4パラの3番目と,というようなわけだ。ということで×××丸、え、丸、ー、×××〇〇〇〇〇という形になります。<noise> まあこの携帯とかスマホ中毒っていう問題は入試にもよく出るし不計会とかやるとね 親がやっぱり初めに子供の生活習慣について、いや、スマホなんとかなりませんかって聞かれることが多いです。まあデジタルデトックスっていうんだけど、まあデジタルなものに触れない時間をある一定時間作るか作らないかっていうのは非常に重要で、脳の仕組み自体に対してもデトックスしてやった方がいいっていうことはまあ科学的にも立証されてます。で科学的立証じゃないんだけどデータ的立証になるんだけども、まあデータ的な立証としては、 スマホをやると学力が落ちると。で、スマホを長時間、ある程度以上やると学力が確実に落ちると。これはスマホで何をやってるかは関係ない。というようなデータが出ていて。まあ、うん、これは多分データ的には正しいんだけど、直接的原因結果ではないのかもしれません。ただ勉強するときに、こう、何で 電源切ろうね。まず。そして電源を切っても机に置いちゃダメだよ。なぜかと,いうと机の上に置いてあれば電源を入れれば見ることができるのに今自分は我慢をしていると思っちゃうんだそもそも別の部屋に置いちゃうの。電源切って。少々のことじゃ見に行けないっていう状態にしちゃう。だって、ちょっとやれば見れるのに我慢してる。 と思うと、我慢してると思うことによって勉強への集中度が圧倒的に落ちるんだって。だから、自分は別に我慢してるわけじゃない。と、まあ自分に別の部屋に置いちゃって電源切って思い込ませる。っていうふうに暗いにしないと、なかなかあの、スマホに対する注意っていうのは、こう非常に、まあね、LINE なんかね、え今入って今答えないと仲間外れにされるかも。なんていうふうに思い出したら大変ですからね。まあできるだけまあスマホからは、 えー、受験生、勉強時間は最低でも完全に切り離さ、えー、しておくとで。スマホを使って情報を集めて勉強してるんですって言うかもしれないけども、それはしない方がいいですよ。それはあの別の時間を作ってした方がいいですよ。それはまあ実際どんだけ言ってどんだけ立証されても、まあ、中毒になってたら、アディクションになってたらなかなか抜けられない。まあだからアディクションって言うんだけどね。そうなんだけども、ちょっと意識はした方がいいです。 また自分がどのぐらいスマホを使っているかっていうのも、スマホ自身自身で調べられるでしょ。うわ、こんなに時間を無断してるんだとか、こんなに時間が経っちゃってたんだとか、いうことを知るとゾッとするかもしれないよね。そうやってまあ現実をちゃんと見るということも大切なことです。まあスマホ中毒になって学力を落とすということのないように注意してくださいね。というわけで今回はここまでです。